クッションやクスタなど、身も心もすっぴんな厳選カット起用。元 HKT48 村重杏奈が昨年11月に発売した初写真集「ビビグラ村重杏奈」のオンラインくじが13日10時より発売開始される。村重は2011年7月に HKT48 の1期生オーディションに合格しアイドルデビュー。以降は NMB48 との兼任期間や自身の YouTube チャンネル開設など様々な場面で活躍。2021年12月に HKT48 劇場で開催した公演にてグループから卒業した。最近では多数のバラエティ番組に登場するなどメディアでの活躍が期待されている。昨年11月には女性ファッション誌「ビビー」が手掛けるグラビアマガジン「ビビグラ」シリーズ第1弾として村重の写真集が発売。ダイエット成功で鍛え上げられた程よい肉付きの村重ボディーや人生で一番脱いじゃいましたと自らが語る大胆カットが収録されている。発売後は重版がかかるなど反響を呼んでいた。今回13日に開催される村重25歳バースデーイベントを記念して同写真集のグズ化が決定。起用された写真は担当編集がグラビアの撮影はニューブラをすることがほとんどですが村重さんは全くつけていません。しかもすっぴんでも肌が綺麗で可愛いからすっぴんカットを増やしました。本当に羨ましいと絶賛した身も心もすっぴんなショットを厳選。ボリュームバストが印象的な写真を使用したビッグクッションカバーをはじめ全身アクリルスタンド、チェキ風アクリルキーホルダー、カンバージ、計4種のアイテムが展開されている。道具図は13日10時より3週間の期間限定でオンラインくじにて発売。1週間ごとに切り替わる19時以上購入者特典に加え、19時以上購入した人の中から抽選で10人に村重の直筆サイン入りチェキが当たるプレゼントキャンペーンも実施予定となっている。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。